ちょっと待って、君かわいいね。どうも。楽しみ。嘘つき。かわいい子がいっぱいいるとこ連れてってくれるんじゃなかったのかよ。うっせえな。いるだろうがいっぱい。かわいい。お、騙された。兄ちゃん離せ。おい、暴れるな。もう遅かったじゃない。お兄ちゃん。おう、ゴー。おはよう。おはよう。ちょっと待って、君キャワイイね。間違いない、兄弟だ。やってたか。わーい。兄ちゃん、わざわざ応援なんて来んなよね。お、どうした、桃太郎。遠慮はいらん。この俺を乗り越えてこそ真のアスリートだ。言ってよ兄ちゃん。ゴーさん。え、うん、失礼します。リン先輩、明日の自主トレのメニュー見てほしいんすけど。それは手作りクッキーというやつじゃ。一つ食うか。いいんすか。ヒャッフー。うめえ。もう一つ。一つだけ吸っただろ。ケチ。ゴーさん、これなんかどうです。こっちも俺にぴったりだと思いませんか。モモって呼んでください。遠慮はいりません。じゃあモモ。はい。そうだね、みんなであれやろうよ。あれ、サバゲー。サバのゲーム。違うから。の模擬店なんだっけ。さあな、聞いても絶対くんな。せっかく女の子もいっぱい来てるのに、こんな格好じゃ全然モテねえ。どうも。文句ばっか言ってねえで働け。やっほー。お前ら遊びに来たよ。本当に来たのかよ。なんだ、リンちゃんは執事か。あ、モモちゃんメイドさんだ。ゴーさん見ないで。えー、あー、美しくない。いくら伝統だからって、1,2 年はメイドで3年だけ執事なんて、ずるい。ということは去年はリンさんも。そんな目で俺を見るんじゃねえ。めちゃくちゃ早かったやつ。確か岩飛びにいた七瀬遥か。あ、思い出した。お前寺島小太郎だな。え、ナルトの鉄砲魚。寺島。なんで鉄砲魚。俺をその名前で呼ぶな。アサヒ。かわいい。僕末っ子だから弟欲しかったな。まあ、それならうちの弟持って行っていいわよ。ん？んだよその顔は。別に。おはようございます。日高大学附属高校水泳部部長、三越芝いすずです。三越芝？俺の妹だ。妹さんも水泳やってるんだな。おう。七瀬はるかさん、素晴らしい泳ぎに素晴らしい上腕三頭筋。私、七瀬さんの泳ぎに憧れてます。というわけで七瀬さん、今から私とフリー対決をしてくだ。そんなに勝負がしたいなら兄ちゃんが相手になってやるぞ。フリーの1500でどうだ。楽しいぞ。もう兄ちゃんのバカ。凛先輩と山崎先輩って実家近いんですか。一緒に帰るんですか。おう。なんだよ。ゴーさんへのお土産にと思って渡してもらえませんか、このピュンスケを。ピュピュン。あ、俺が裏山の木に返しといてやる。なあ、はは、何するんすか。俺が手塩にかけて育てたピュンスケを。なんないっす。ももくん、勝手にクワガタの飼い方地点とか入れちゃダメだよ。ゴーさんへのプレゼントっすよ。しかも全5巻セットっす。ソウスケ。お、親戚の昆虫が好きな子供にプレゼントしておくよ。もう俺のが好きですよ。
が水を全身に浴びて、なんて気持ちよさそうなんでしょう。喜んでんじゃねえ、俺たちの勝ちだ。勝った気がしねえ。